一度でいいから鳥みたいに大空を羽ばたいてみたいわ。何を言ってるんだ霊夢。いや、今日は暇だったからずっと外を眺めてたんだけど、いろんな鳥が飛んでるのを見て、楽しそうだなって思ったのよ。なるほど、空を飛べる鳥が羨ましく思ったわけだな。まあそんな感じね。そういえば確か生物っていうのは、どんどん進化していくんだったわよね。進化論っていうのを聞いたことがあるわ。進化論は確かにあるが、それがどうしたんだ。鳥も今の姿に進化する前は、翼がなかったわけじゃない？そうだな、鳥も進化によって翼を手に入れ、今では空を飛べるようになっている。その鳥っていうのは空を飛びたかったから、進化する過程でどんどん翼が生えて、今の姿になったのよね。だったら私たち人間もずっと空を飛ぼうと挑戦したり鍛えたりし続ければ、いつかは翼の生えた人類が生まれてくるかもしれないってことよね。翼の生えた人間なんて、一度見てみたいわ。残念ながらそれは違うぜ。私たちがいくら空を飛ぼうと腕を鍛えたりしたところで、それが将来的な人類の進化につながる、ということはまずないぜ。あれ、そうなの。ああ、霊夢の考えている進化っていうのは、よくある進化論の誤解の一つだな。誤解？例えば霊夢は、キリンの首がどうして長く進化したのかわかるか。キリンの首？確か、高い木の葉っぱを食べるために、首が長くなるように進化したんじゃなかったかしら。実はそれも間違いだぜ。そうなの？一体何が間違っているの？生物の進化というのは、何かの目的のために起こるのではなくて、ただの結果論に過ぎないんだ。例えばキリンの場合で少し考えていこう。あるキリンの集団がいたとして、その中にたまたま、突然変異によって首が少し長いキリンが生まれたとする。このキリンはその首の長さを生かして、普通のキリンが届かないような木の葉っぱを食べることができた。つまりこの首の長いキリンは、他のキリンよりも生き延びる力を持っていたんだ。生き延びる力を持っているということは、他の首の短いキリンに比べると、子孫を残しやすい、ということになる。そうね、生き延びやすいんだからそれだけ子孫も残しやすいのは当然よね。ああ、するとその子孫にも長い首は遺伝する。このようにどんどん続いていくと、より子孫を残しやすい首の長いキリンの数は他のキリンの数に比べるとどんどん増えていき、最終的にはキリン全体の首が長くなってしまった。つまり、たまたま起こった突然変異などによって、より子孫を残しやすいものが生まれれば、その性質が子孫を通じてどんどん広がっていく。これが進化のメカニズムなんだ。なるほど、高いところの葉っぱを食べるために首を伸ばしたわけじゃなくて、偶然生まれた首が長いキリンが、高いところの葉っぱを食べれるから結果的に生き延びて、どんどん子孫を増やしていった。ってことなのね。そんな感じだぜ。だから最初に霊夢が言っていたように、翼を生やそうと努力し続けたところで、将来的に翼の生えた人類が生まれてくることはないんだ。へえ、そうだったのね。進化論って意外と思ってたものとは違うわね。じゃあ今回は、この進化論について、もう少し詳しく解説を行っていこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。そもそも進化論というのは、生物は不変なものではなく長期間かけて進化してきたもので、現在見られる生物の全てはその進化の過程で生まれてきた、とされる理論だ。そして現在考えられているこの進化論のベースを作ったのは、イギリスの科学者、チャールズ・ダーウィンだな。ダーウィンって聞いたことがあるわね。ああ、ダーウィンは1858年に進化論を発表し、翌年には、種の起源、という本を発行していることで有名だな。その進化論とか、種の起源っていうのは、さっき言った進化についての話のこと？その通り、ダーウィンは多くの地域を船で渡り、地質や動植物についての研究を行っていたんだが、その中で、動植物は進化しているという確信を得て、進化論を発表したんだ。このダーウィンの進化論では、進化のメカニズムは自然淘汰によるものだと考えられている。自然淘汰？ああ、自然淘汰というのは、進化を説明する上での根幹をなす理論だ。生物の中には、様々な突然変異を起こし生まれてくるものがいる。この生物に起こる突然変異自体には全く目的はないんだが、その厳しい自然環境の中で、繁殖に有利な個体と不利な個体が自然に選別される。その結果繁殖に有利な個体はたくさんの子孫を残し、繁殖に不利な個体の子孫は少なくなる。このように、その自然環境が生物を古いのように選別し、進化の方向性を決めてしまうことを、自然淘汰と言うんだ。なるほどね、その自然環境に適応するような進化がおのずと選ばれていくってことね。ああ、そしてこの自然淘汰の働き方は2種類に分けられる。それが、方向性選択と、安定化選択だ。方向性選択と安定化選択。例えば体の大きさが変化する進化を考えてみよう。まずここに同じ動物の集団がいるとする。そしてそこに、突然変異によって体の大きなものや体の小さなものが生まれるとする。ここで大切になってくるのが、この突然変異は、子孫を残すのに有利か、それとも不利か、ということだ。例えば、体が大きい方が生き残りやすく、子孫を残すのに有利だったとすると、体の小さいものは自然と淘汰されていき、その種の動物たちは体が大きくなるように進化していくことになる。これはさっきのキリンの例と同じようなものよね。子孫を残しやすければ、その性質を遺伝した子孫がどんどん増えていくため、結果的にその性質が全体へと広まっていくのよね。その通りだ。このような自然淘汰を、
方向性選択というぜ。一定の方向に向かって進化が向かうから、方向性選択っていうのね。その通りだ。しかし逆に、現在の中くらいの体の大きさが、生き延びるのにちょうどいい大きさであったとしたら、体が大きいものや小さいものは生き延びにくく、子孫を残すのに不利だということになる。その結果、この突然変異で生まれた、体が大きい個体や小さい個体は自然に淘汰されていき、体の大きさの平均値というのは、そのまま保たれ続ける。つまり、子孫を残すのにある程度適した性質は、あまり進化によって変化することはなく、そのまま子孫へと引き継がれていく。このような自然淘汰を、安定化選択というぜ。なるほど、すでに環境に適した性質っていうのは、なかなか進化により変化しないってことね。そんな感じだな。まあまとめると、子孫を残しやすい突然変異は集団全体へと広まっていき、方向性選択となり、子孫を残しにくい突然変異は、全く広がらずに、安定化選択となるわけだな。へえ、進化ってそう考えると結構理にかなった現象なのね。まあその環境に適したものへと進化していく仕組みになっているからな。ちなみにこの進化のメカニズムの面白いところは、重要なのは子孫をどれだけ残せるかであり、生殖年齢を過ぎた後にその動物がどうなろうが、種の存続には何の問題もない、ということなんだ。どういうことなの？例えば、人間の中には高齢になって、心筋梗塞などの心臓病で亡くなってしまう方も少なくない。つまり、仮にこの心臓病が起きにくいような体に、人間が進化できたとすると、心臓病は減り、より人間は長生きできるようになる。病気が減るように進化してくれればありがたいわね。しかし、そのような進化はおそらく起こらないだろう。一体どうしてなの？もしも人間に突然変異が起きて、高齢になっても心臓病にかかりにくい体の人間が誕生したとする。だが、この突然変異というのは、子孫を残すのに有利というわけではない。心臓病となる人の多くは高齢の人だし、高齢になってから病気にかかってもかからなくても、残せる子孫の数も変わらない。つまり、この心臓病にかかりにくいという性質は人間全体に広まる理由が一切ないため、人類の進化には繋がらないんだ。なるほど、子孫が増えるような突然変異でなければ、進化には繋がらないってことね。その通り、これは他の生き物でも同じような傾向が見られるぜ。例えば、昆虫には、産卵により体力を使い果たして死んでしまうものもいるし、秋に産卵して、そのまま冬を越せずに死んでしまうものもいる。こんな風に、生物の進化というのは、生物が子孫を残した後にさらに長生きするかどうかは全く気にしてくれない、意外と残酷な仕組みになっていたりもするんだ。子孫さえ残してしまえば後はどうなろうが構わないなんて、進化論ってなかなか残酷な仕組みだったのね。けど、ちょっと一つだけ気になったことがあるんだけど、質問しても大丈夫かしら？構わないぜ。確か最初に、鳥の先祖にはもともと翼はなくて、進化によって翼を手に入れた、って言ってたじゃない？ああ、翼も進化により誕生したものであるため、鳥の祖先には翼はなかっただろうな。けど、いくら進化といっても、今の完成形である立派な翼が一気に生えて生まれてくることなんかはありえないわよね。そうだな、鳥へと進化していく中で翼が少しずつ発達していった、と考えるのが正しいだろうな。そうだとしたら、初期の進化ではまだ空を飛ぶのには使えないような、中途半端な翼を持った生物が生まれてくることになるわ。けど、こんな空を飛ぶこともできない中途半端な翼なんて、全く何の役にも立たないし、逆に生き延びにくいだけだと思うのよ。でもさっきマリサが言っていたように、進化が起こるには子孫をより多く残す個体である必要があるわけじゃない。これだと中途半端な翼への進化は起こらないと思うのよね。なるほど、つまり完全な翼を手に入れてしまえば、子孫を残すのに有利になり、進化につながるかもしれないが、その間の中途半端な翼への進化がそもそも起こるわけがない。ってことだな。そういうことよ。確かにその考え方でいくと、翼が生える進化は起こらないように思ってしまうな。しかし翼や羽というのは、出来かけの時点でも、いろんな役に立っていたと現在では考えられているんだ。どういうことなの？霊夢は鳥の祖先はどんな動物なのか知っているか？鳥の祖先、知らないわね。実は鳥の祖先は恐竜だと言われていて、現在ではほぼ確実だろうと考えられているぜ。え、鳥の先祖って恐竜だったの？ああ、そして恐竜の中でも羽毛が生えているものは意外と多かったんだ。この羽毛は、体温調節のためであったり、求愛行動に有利だったんだろうと考えられている。求愛行動っていうのはどういうこと？まあ有名な例で言うとクジャクの羽のようなものだな。クジャクの美しく大きな羽はメスへの求愛行動のために進化した。簡単に言うと、広げた羽がより大きく美しいクジャクほどメスにモテた。メスにモテればもちろん他のものに比べて子孫を多く残せる。その結果、クジャクの羽は大きく綺麗に進化していったんだ。この例と同様に、鳥の先祖である恐竜でも、出来かけの翼というのは求愛行動に有利だったり、体温調節に有利だったりと、空を飛ぶ以外に何らかの利点があったのかもしれないんだ。なるほど、出来かけの進化でもいろんなことに役立っていたわけね。その通り、例えば私たちの目というのはとても精密な作りで、周りを見渡せるようになっている。しかしもちろんこの目も、突然現れてくっついたわけではない。最初の進化で誕生した目は、自分の周りが明るいかどうかを知ることができる程度の器官だった。しかし、そこからさらに、光がどの方向から来ているのかがわかるようになったり、物の形がわかるようになったりと進化を積み重ねてきたわけだ。このように、進化というのはどの場面でも、
その時の環境に適応することで積み重ねられてきたものなんだ。へえ、そういうことだったのね。進化論についてなんとなく分かってきたような気がするわ。こうやってどんどん進化することで、私たちみたいな優れた人類っていうのも誕生したのね。その通りだぜ。しかし霊夢、人類を最も優れていると考えるのは良くないぜ。進化というのは行ったり来たりするものであり、どの生物が最も優れていると一概には言えないんだ。簡単に言うと、進化と進歩は違う、ということだな。進化と進歩は違う、どういうことなの？例えば、現在私たち人間には目は2つしかないが、私たちの祖先の脊椎動物は目を3つ持っていたことが分かっている。頭の横に2つ、頭の上に1つという感じだな。しかし私たちの頭の上の目はすでに退化してしまって、今では2つしかない。つまり私たちの目は、0個から3個に増えて、それから2個に減ったことになる。進化ってのは増えるだけじゃなくて減ることもあるのね。他にも、目には色覚というものもある。色覚？例えば人間は三色型色覚と呼ばれ、赤、緑、青からなる様々な色を見分けられる。しかし、生物によってはこの色覚の色の数は違い、数が多ければ、人間よりもさらに多くの色を見分けられるし、少なければあまり色を見分けられない。へえ、そんなものがあったのね。人間の祖先である哺乳類の多くは、二色型色覚であるため、人間へと進化するにつれ、より色を見分けられるようになった。しかしさらにその祖先を辿ってみると、魚類、鳥類、爬虫類などの多くの脊椎動物は、四色を見分けられる四色型色覚を持っているんだ。つまり人間の目は、四色型色覚から二色型色覚へと減り、そこからまた三色型色覚に増えた、ということになる。ほんとだ、減ってからまた増えるなんて面白いわね。こんな風に目一つとって考えてみても、進化というのは行ったり来たりしているし、人間より優れた機能を持っている動物もたくさんいる。だから人間が周りよりも優れている、なんてのは良くない考え方だってことだな。その通りね、考えを改めなきゃいけなかったわね。とまあ、進化論の説明はこんなところかな。進化についてなんて初めて考えたかもしれないわ。ちなみに余談だが、霊夢は生物はなぜ死ぬのか、というのを考えたことはあるか。生物はなぜ死ぬのか、そんなの考えたこともないわね。実は生物に死があるのは、種全体が生き残り続けるためなんだ。どういうこと？自然淘汰が働いて生物が進化するためには、死ぬ個体が必ず必要になってくる。環境に合った個体が増えるということは、言い換えると環境に合わない個体が死ぬということだからな。そう考えるとそうね。つまり、生物が死ぬのは、進化によって種を存続させ続けるためであり、言い換えれば私たちは、人類がこれからも生き続けるために、死に続けていかなければならない、ということになるんだ。生きるために死ぬ、なんだか哲学みたいな話になっちゃったわね。でもまあ今日も面白い話を聞くことができたわ。ありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。ということで今回はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。